深野谷智香です。普段はシンガーとクリエイターをやっております。実はこの Vlog を作り出したのはパーショット V10 のアンバサダーになったのがきっかけで初めて作りました。パーショット V10 はプライベートの旅行はもちろんそうなんですけど、いろんな、全国各地で歌を歌う機会が結構あったりして、その度に一緒に持って行って各地のツアーのオフショットみたいなのを撮って SNS にアップしたりしてました。やっぱり小型なことですね。旅するときに大きいカメラだと持っていけなかったりするし、このポッケの中にまるっと全部収まるってなかなかないなって思ってて、そこがやっぱり結構推しポイントの一つかなと思います。やっぱり広角なことが結構いいかなと思っていて、スマホだとなかなかインカメが画角が広くなかったりとか、インカメでこう手を頑張って伸ばして撮ってるんだけど自分でいっぱいになってしまって背景が映ってないとか結構あったんですけど、このパワーショット V10 だとその広角さが結構私的に推しポイントかなと。景色もそうだけど、例えば、私何人かの大人数でこう旅行に行ったりとかすることもあるので、こうそういう時に全員が映るってなかなかね、こうインカメ見ながらこう全員が映る広角さってなかなかなかったりするので、そこはかなり推しポイントかなと思います。やっぱり美肌加工です。はい、やっぱり綺麗に残したいし、自分も映るんだったら漏れてる状態で残したいじゃないですか。美肌モードですね。基本は美肌モードで撮ってて、めちゃくちゃ漏れるんですよ。すっごい綺麗に肌も映るし、肌ツヤもこう綺麗な感じで映るんで、編集するモチベーションにもつながるというか、いい絵とこう編集のモチベーションってかなり比例するじゃないですか。推しポイントとして強く押させていただいております。本当になんか私ばっかりこの美肌モード美肌モードって言ってて本当あれなんですけど、かなり愛用してますね。石垣島の Vlog を前に上げたんですけど、そこでのこう海のシーンとかはもう全く色の加工をしてない、本当撮ったままの色が色で、なんだろう、いじってない綺麗な青が出てて、レタッチがどうしても必要になってしまうのが私のこう編集のモチベーションを下げてしまう一個の要因だったんですけど、楽にこう編集もできるし投稿もできるのかなっていうふうに思います。この V10 の音は結構人間の声をすごい綺麗に拾ってくれるマイクなんじゃないかなっていうふうに思ってて、めっちゃバランスいいですよね。なんかすごいこうオールマイティーさがあるというか、すごいこうバランスがいいなと思って、全然画質もいいし、音ももちろん内蔵されてるマイクで十分だし、オールマイティーさがあります。カメラをこうやって映してからVlogをスタートさせてるんですけど、まずもうビジュアルすごい可愛いっていうところと、すごいちっちゃいカメラなんだねとかっていう話はいただいてたりとか、海のシーンがものすごい綺麗で、そういう絵も撮れるんだみたいな、このカメラなら、言葉とかいただきましたね。そういう歌仲間と一緒にこのパワーショット V10 を持って旅をして、素敵なロケーションでこうそれこそインタビューしながら歌って美味しいの食べて美味しいお酒飲んでみたいなことをしたいなっていうのを思ってます。2人以上の大人数で旅行行く人とかはもうかなりおすすめというか、スマホでは残せないものがこのパワーショット V10 だったら残せるなってすごく思うんで、そういうところをおすすめですね。他のアンバサダーの方々の動画とかをチェックしてインプットさせてもらいながらアンバサダーとして活動させてもらったってこともあるので、なかなか編集がわからないから Vlog が作れない、なかなか手が出せないっていう人は、ぜひそのハッシュタグパワーショット V10 アンバサダーの人たちのね投稿を見てもらって、このパワーショット V10 のなんかユーザーの仲間入りをしてもらえたらなと思います。背中を押してみました。はい。